こんにちは、お元気ですかイブセですいやあのニュース系 YouTuber の及川さんねあのー、幸福の科学でね頑張ってらっしゃってでずっとね YouTube を発信されてましたけどあの及川さんのチャンネルね消されちゃいましたねえびっくりです。 いやーもうね、YouTube の審査がかなり今、厳しくなっております。私もね、いつバンされるのか、もうヒヤヒヤしながら作ってるんですよね。で、あのー、広告のね、収益される、されないってあるじゃないですか。私、全部制限かかってるんですよね。ですが、広告一切入りません。収益ゼロです。<laughs> ねえ老後の楽しみにしてねこの YouTube の収益でね少しね美味しいお酒が飲めるかななんて思ってたんですけどねそれも最近はもう全然入らなくなっちゃいました、ええ、そんな風に制限されちゃってで及川さんはねもうね YouTube とはまた違うところをメインにね発信情報発信していこうって X の方にね、ええ、メインを移そう って言ってましたね。私も X ので移りましょうかね、えー。ということでね、今日のテーマはですね、メラリア夫人の意味深メッセージがこのほどね、ありましたという、まあ、そういうお話をね、えー、していきたいと思います。あの日本にとっても世界にとってもね、トラさんがホワイトハウスに戻ってきた方がいいと。 思ううのは私だけでしょうかメラニア夫人がもう一度ファーストレーディーになっていただきたい。まあでもねそうなると日本大変は大変ですよ。ええー。あの今までね支配闇の支配者にね、えー、支配されててもう言われることを素直にねはいはいって言っときゃよかったけどもこれからは自分たちの頭で考えて自分たちでいろんなことを決めていかなきゃいけなくなりますよ。 トラさんがもしもホワイトハウスに戻ってきたらね、まあ、そういったこともね、えー、考えていかなきゃいけないんじゃないかななんて思うんですけれども、えー、今回はこの、ね、メラニア夫人,夫人についてお話ししていきたいと思います。意味深メッセージとは一体どんなメッセージなんでしょうか。それでは早速いってみましょうね。 11月28日にですね、カーター元大統領の奥さんのロザリンさんの追悼式があったんですね。えー、ロザリン夫人は11月19日、ジョージア州の自宅で、えー、死去されました。96歳でした。で、あの、もうジミー・カーター元大統領というのはもうね、こう終末期色。 っていうんですかホスピスっていうんですかねあれにずっと入ってたんですけど99歳のね、えー、ジミー・カーターさんこの追悼式に車椅子で参列しましたねすごいよねでこの追悼式にですよこうした人々が参列したんです一番前にこのね えー、メラニア夫人これあのテレビでね放送されてるんですよこの参列する人たちがずらーっとこうねこう出てくるところがねでメラニア夫人の後ろにいるのがマイケルあマイケルじゃないあのミシェル・オバマですよね髪を束ねてねこう一つにしてますけどねこれこのね前回の動画で私あのエコノミストのね、えー、影の 女性はこれ一体誰なのかっていうのでね、私、ミシェルじゃねえかっていうふうに予言しましたけどね、まさにあの姿で出てきてますね、ミシェルがね。このね、ミシェルとメラニア夫人がこう並んでる写真、これシュールですよね、ほんとね。で、またあの、ヒラリーがさ、ちょっと デデブデブきデてますよねっていうのもねまたねメラニアさん以外夫人以外は2.0だっていう話もありますからねですからこの式典も実はホワイトハットが仕組んだもう茶番劇なんじゃないかっていうまあ、あくまでもこれ都市伝説筋の情報ですからね信じるか信じないかはあなた次第ということなんですけどね でまた、都市伝説の世界では、メラニア夫人は銀河連合のメンバーだって言われてます。銀河連合の、ねえー、メンバー、つまり宇宙人ってことですよね。宇宙人、まあ確かにほとんど笑わない人ですから、笑顔見せないですから、もうね、なんか能面のような表情してますから、なんか宇宙人っぽく見えますけどね。 あと、ミラニア夫人はね、サイキック能力の持ち主だっていう人もいます。宇宙人と交信ができる。ね。あと、未来が予知できるとかね。まあ、ねそんな風なことを言う人もいますけどね。で、ね、でもね、アメリカのメディアではね、めちゃくちゃ悪口言われてるんですよね、ミラニア夫人ね。えー、もう、ケチョンケチョンに言われてます。 史上見にくいファーストレディなんてて言われたりしてます見にくいですかねちょっと見てみてくださいよね。こう比較してみていただきたいんですけど、見にくいですか、まあ、あとね、ポルノ上位をやってた時期もあったらしいんでね。あのね、こう裸の写真なんかもね、このマ終わったりなんかしてね。 まあそんな風にメラニア夫人といえばもうね、ネットでもね、メディアでも非難されてしまう、悪口を言われてしまう、あの、トラさんとの仲は冷え切っていてね、もう離婚間近だなんていう抽象もね、いっぱいあります。ね。でもね、皆さん、自分の目で見てください。メラニア夫人が醜いですかね、全然醜く,くないですよね。イブセは史上最も美しい、 ファースト 3D に見えますけどね。いかがでしょうか。まあ、また美しいとか醜いとかっていうとね、人種差別だとかなんとかなんとかって言われちゃうのでね、それ以上は言えませんけれども、えー、ちょっとね、追悼式の話にね、話戻したいと思います。この写真見てください。これですよ。すごくね、何がすごいかって、この場所、席順。メラニア夫人がここに座ってるんですよ。 普通ここはあの大統領じゃないバイデン夫妻が座るべきじゃないここ。そう思いませんすごくないで、しかもね、喪服じゃないんですよ。グレーのコート姿なんです。これが何を意味しているのかってことですよ。で、しかもね、光が、光が、メラニア夫人に光がファーっとさしてますよね。すごくないこの写真。びっくりだよね。 でちなみにね、この2列目の右端から3人目に、このね、こう、白髪で白い髭の人いるでしょ これ、ウィキリークスのアサンジじゃねえかっていう人もいますね。ええー。あとね、この3列目の左から5人目ぐらいかな。あの、グリーンの服着た。この人も、あの、喪服じゃないんだよね。<laughs> このおばちゃんが一体何者なのかという、まあそういう話もあります。えー、トラさんが変装してんじゃねえかっていうね。 <laughs> えー、そんなことを言う人もいますけどね、えー、今回のこの追悼式いろんな意味で、ね、意味深な追悼式ですよね、えー、ちなみにねちょっと脱線しますけれどシークレットサービスが警護対象につけるコールサインってありますよね、えー、有名なのはヒラリーエバーグリーンですよねでトラさんはモーグル で、オバマはレネゲートって言います。で、ミシェルはルネサンスなんですよ。えそしてメラニナのコールサインは何でしょうかメラニア夫人のコールサインはミューズです。そうなんですよ。ミューズですよ。すごくー、ね、ズミューズといえばもうギリシャ神話の女神ですよね。あの、以前私このチャンネルで、あの、神話に出てくる神様っていうのは、 宇宙人なんだみたいな話をしたのを覚えてますかねそうなんですよ。ですからやっぱりね、メラニア夫人は銀河連合の宇宙人なのかもしれませんよね。あのミューズといえばね、この石鹸。<laughs> 石鹸ミューズですよね。ですから、このね、銀河連合のメラニア夫人が地球にやってきて、闇のばいキンたちから地球を守るためにやってきたんだというね。えー、こちらの石鹸はばいキンから家族を守るというね、えー、そういうミューズじゃねえかというね、そういう話ですけど。 まあ、あんまり笑顔を見せないミラニア夫人なんですけれども、日本が誇る最強の外,外交官でもあられる、政子皇后陛下と一緒にいる時はもうね、この写真見てください。満面の笑みでしたよね。本当にね。すごくないねえ。で、あの、3年前の話なんですけど、あの、トラさんがあー、まあ、選挙に負けて、 ね、悔しいでしょうけどね、負けてホワイトハット、ホワイトハウスをね、去るとき。あのとき、メラニア夫人もビデオメッセージで、可愛らしい美声をね、えー、皆さんに届けてくれました。これ動画でね、皆さんに見てほしいなと思ったんだけど、やっぱり動画貼り付けるとね、また YouTube 的にもね、審査でバンされちゃうかもしんないんで、これね、画像で申し訳ないんですけど。 あの時ミラニア夫人はこんなことを言ってました。どんな時にも分断ではなく団結を目指し憎しみより愛を選ぶアメリカ国民であってくださいって。ね、他にもこんなことを言ってました。暴力は答えではなく 正当化されることは絶対にありません。暴力で訴えるのは絶対にいけないことなんです。っていうふうにね、言ってましたよね。もうまるで銀河連合の司令長官が地球の人類に向けて発信しているメッセージのように、私、井伏は思っちゃいましたね。どう思いますでね、あれあれあれ,あれちょっと待って、ちょっと待って、この、この時、3年前、 ね、ホワイトハウスを去る時のビデオメッセージの時に着ていたコート。ね。これ、同じものじゃないんだけれども、追悼式に着ていたコートと、色が同じですよね。そう思いません色が同じ。あれれれれこれはどういうこといや、もう一度ちょっと追悼式に着ていたあのメラニア夫人のコートを見てみましょうか。こちらです。ね。同じコートじゃないですよ。 同じことじゃないけど色一緒じゃないですかこれ灰色グレーですよねどう思いますこれ絶対ねメッセージですよ意味深メッセージですよねこれね私はホワイトハウスに必ず必ず戻りますまあそういうメッセージではないかと思うのは私だけでしょうか いかがだったでしょうか、まあ、最後に、ね、トラさんの言葉を紹介して終わりたいと思います悪い評価を信じてはいけないいい評価はもっと信じてはいけない以上今回はここまでいいねボタンのクリックよろしくお願いいたしますチャンネル登録もぜひぜひよろしくです まあ私のチャンネルもね、ひょっとしたら、及川さんのと同じようにね、もうバンされて、もう削除されちゃうかもしれないのでね、あの、サブチャンネル、沖縄大好きチャンネルの方の登録もぜひよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。